はい、皆さんこんにちは。バレエコードはない方が良い初心者のためのギター教室、音楽を奏でる楽しさを一人でも多くの方に知っていただきたい秋田です。イエーイ。今日はですね、あいみょんさんで裸の心行ってみたいと思います。この動画を最後まで見ると裸の心バッチリ弾けるようになっちゃいます。練習していただく必要あるんですけどね。はい、このチャンネルでは F とかね、 Bm とか難しいコードをですね、簡単なコードに変換したり、そもそも難しいコードが出てこない楽曲をチョイスしてレッスン動画としてあげています。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではね、裸の心デモ演奏行ってみたいと思います。どうぞ。
回ですね、カポは1カポにつけていますね、1フレット目ですね。これすることによってあいみょんさんのオリジナルの曲と同じキーになりますのでね、 G の構えから楽曲聴きながら一緒に練習してみてください。このカポね、ローズゴールドのかっこいいです。これネットで売ってます。僕のピックがついた、僕のオリジナルピックがついたね、カポをね、これオリジナルピック、わかるかな、これ説明欄にね、リンク貼ってきますんで、ぜひね、オリジナルピックスを買ってください。はい、それでは裸の心出てくるコードを確認したいと思います。まずは G、 E マイナー、 D、 A マイナー。ここまではアコギ弾き語り基本コード5のうちの5になります。ここにね、リンク貼っておきますので確認してください。それに加えて B7、 B7 は5弦の2フレットに中指、4弦の1フレットに人差し指、3弦の2フレットに薬指、1弦の2フレットに小指、5弦から弾きます。もう一つ G サス4というのがあって、 G サス4は G を押さえてから2弦の1フレットに人差し指を押さえるですね。では次ストロークいきます。まずイントロからね、まあ、一体このままっていうところをね、じゃーんじゃーんってやっていきます。コード一つに一個弾くと思ってください。こんな感じで弾いていきます。優しくね、弾いてください。で、今度 B メロに移るとコード一個に2回かな、じゃーん。上から下に引き下ろしなんでね、簡単にできます。もう一つね、ジャンジャカジャンジャカってね、1と2と3とシートの1の音と3の音を弾かない、ジャンジャカジャンジャカっていうのがこの声が実りますようにってことですね。っていう感じになります。で、その後またちょっとした感想のところは一つのコード二つみたいな、じゃん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 に入ってって、で次がこの声が実りますようにっていうのと同じ、コード進行パターンなんですけども、ここはじゃんじゃんじゃかじゃん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 じゃかじゃんじゃん。これちょっと難しいんですけども、コード1回目2回目例えば G の G で D が来ます、 C で G が来ます。で、1個目はじゃんじゃんですね。で、その次がジャカジャンジャン、ジャカジャンジャンですね、ジャカジャンジャン、うんですね。ですから組み合わせていくと、ジャンジャン、ジャカジャンジャン、うん、ジャンジャン、ジャカジャンジャン、うんですね。こんな感じで弾いてますので、ここをまあマスターしていただく感じですね。ここのストロークがちょっと難しくて、こう難しかったらジャンジャカジャンジャカで、で弾いてもらっちゃってもいいんじゃないかなと思うので、あの弾きやすいやり方で、もちろん、ね、本物とはもう全然違うので、初心者向けで皆さんが弾けるようにストロークを考えてますので、まあ本物に近いことをやりたければ本物に近い人の動画を見てもらった方がいいですね。僕は、ね、本物に近いというか雰囲気で初心者の方が弾けるようになるようにって思ってやってますので、難しかったらもっと簡単にしてしまっていいと思います。今日はあいみょんさんで裸の心やってみました。弾けたとかね、コメント欄に入れていただけると非常に嬉しいです。初心者のためのギター教室、入校はチャンネル登録からになりますのでね、ぜひぜひチャンネル登録をして入校しちゃってください。皆さんがより楽しくギターライフをエンジョイできますように、今日もありがとうございました。それではまた皆さん、バイバイ。